I am sorry, I cannot speak English. <laughs> <laughs> まず最初にスウェーデン王立科学アカデミーとノーベル財団に。 私が夢ににも思わなかったたたここの栄誉を与えていただいだとに感謝します私は家具職人の息子として日本の地方都市名古屋で1940年に生まれました父は家具職人として住み込みの修業時代に電気技師への転職を希望して通信教育を受けていました しかし悲しいかな、十分な基礎教育を受けていなかった父には、サイン・コサインが理解できませんでした。えー、最終的には、数人の職人さんの協力を得て、自分も職人として働く小さな家具工場を営んでいました。これも自国が引き起こした悲惨で無謀な戦争 で無,くしま、無に帰しました戦後は手元に残った籠の扉の金具や木ネジを軒先に並べておいたところ結構売れたといいますこれに味をしめて物を売る職業具体的には生菓子材料としての砂糖をあけなう商人になっていましたしかし 若い頃に勉強した電気の知識を自慢したかったらしいのですが話し相手が見つかりませんよくよく見ると目の前に息子がいるこれで私がターゲットにされました <laughs> 戦後の住宅環境の劣悪な中でほとんどの家庭には風呂はなかったので銭湯に通っていたのですがそこへの行き帰りに自分の知識の自慢 話を息子にしたのですどうして酸素交流モーターが回るのか、日食月食は毎月起こらないのか、それは地球の太陽をめぐる光天面と、えー、月が地球をめぐる面が5度傾斜しているからだと自分の知識を自慢していました。だから私は学校の成績は良くないのですが、 先生が教科書通りに出ない、えー、話題に脱線したときなどはそれをフォローして、えー、質問に答えられるおかしな少年でした両親は子どもの学習を毎日注意深く観察し、えー、学習を手,だ手助けしてくれるような家庭ではありませんでした実際にこのような話があります 何を思ったのか、母親が自分のところの子供が家庭で勉強し,しているのを見たことがない、そこで、えー、父あ不軽戒で先生に、たまには宿題を出していただかないと子供が勉強しませんと話しただ、逆に先生から、毎日宿題を出している,いるが、お宅の息子さんは一度も宿題をし,たしてきたことがありません。 と先生から逆に注意されたらしいその世は大変でした両親から2時間たっぷり説教をくらいました私が勉強に強烈に物理学者になりたいと思うようになったケーキは高校に進学してからやってきました 友達が高校に進学するから自分もぐらいの動機で高校に進学したのですが、1年か2年の間であったと思います。地元の大学の名古屋大学の坂田教授が、陽子、中性子、ラムダ粒子を基本構成子に選んだ画期的な複合粒子模型を発表したと新聞で報じていました。 その頃の私は大変幼く科学はヨーロッパで19世紀までに作られていると思っていました。これが日本の首都東京の出来事であったなら私の人生も変わっていったかもしれません。私の住む名古屋の地で今科学が作られている。ならば私もそれに加わりたいと強烈に思いました。しかしか 父は自分の始めた商売を息子に継いで欲しかったらしいんですがそれを強く希望していましただから大学受験は1回のみで失敗は許されませんでしたそれから名古屋大学受験に向けて猛烈な勉強が始まりました無事に大学に進学できると大学での授業は 高校までのそれとは大いに違い、に違大大変刺激でした。大学での最初の授業は、えー、数学の解析学でしたアルキメディスの公理があって正の数イプシロンとデルタが与えられた時ある数 n があって n イプシロン大なりデルタとできるとそして そしておもむろに、デデ議ントの切断の講義が始まりました。なんだこれは大変なカルチャーショックでした。大学の授業が始まると、大学での経験するものは皆刺激的でした。新しいものに触れるごとに、自分はこの分野に進むのだと違うことを言っていました。 実際に4年生になり、大学院の進学分野を決めるなくてはならない時期に、数学教室の教授から、君はもちろん、大学院は数学を受けるんでしょうと言われました。いえ、物理教室の方に書類を出しましたと言って、意外な顔をされました。 多分直前まで数学教室の方に進学すると言っていたのであろうと思います。1962年に物理教室の大学院に入ってからもこの浮気症は治らず一時期脳の研究が重要であると数人の有志で パーセプト論の勉強を行っていました。しかし、えー、修士論文を書くときには、えーシ以ンの論文を坂田教授のもと主催する、えー、研究室で準備していました。この時期、世界では因果率から導かれる分散式に立脚してした議論が世界的に盛んでした。中、 のあー唱えるブートスラップモデルが流行であった。坂田の研究室では1955年に坂田によって提唱された不合粒子模型の研究が主流でした。研究室ではガンマ・マルシアーオークボがキエフコンファレンスで指摘したレプトントバリオンの弱い相互作用での 対照性に関心が集ままっていましたすなわちニュートリノエレクトロンミュオンがプロトンニュートロンラムダに対応しているこの流れでニュートリノが発見されると佐賀田研究室は自然に4元モデルが主流になっていきました1964年に 四元基本構成値モデルがジロー・マキにより提唱されましたこの時期私は論文は書いていないのですが南部先生の自発的対称性の破れのあの論文を読みカイラル対称性の自発的破れに強い興味を抱いていましたこの関係でカレント台数や PCAC に により導かれたものに興味を持っていました。興味を広げていく中で1960年の The Axial Vector Current in Beta Decay, Gellman and Levy や Question of Parity Conservation in Weak Interaction, Lee y o n g に遭遇できました。これにより 素粒子研究の要に弱い総合作用を通じて見える素粒子の姿に関心が強まってきましたこの時期論文は一つも書いてないのですが南部ジョナシーの論文をベースにいろいろな物理量を計算していました例えば π ンのディケイコンスタント f イは 強い相互作用の典型的な物流としては小さく感じられました。南部ジョノアシーのモデルのモデルパラメータは、えーは相互作用常数とカットオフパラメーターでした。これを動かして、えー、Fπ を小さくするにはどう,るどうするか等を必要に調べてみました。結局カットオフは の付近の企業が一番聞いてきて結論が出ませんでしたこれを契機に振り込みを強く意識するようになりましたこの時日本ではほとんど注目する人がいなかったが弱い相互作用の工事効果を調べている人たちがいました例えばカ可憐とレンと相互作用のままだと工事効果は発散します そこで中間状態に強いスカラー粒子あ、重いスカラー粒子とフェルミオンを飛ばしてボックスダイアングラムにするのです。中間状態の粒子の質量を十分重たくすれば近似的に4体フェルミー総合作用になります。中間に飛ぶ粒子をスカラー粒子として振り込み可能にしようというのが 十分成果をしたとは言えませんがアイデアでしたカレントカレント相互作用の工事効果を必要に追いかけている論文もありましたまた研究室では雑誌を1種類1冊しか購読していませんので新着雑誌を奪い合いになりますこれを避けるために 当番を決めて新着雑誌の速報会を坂田研究室でもやっていました私が最初にこの登板に当たった中にフィッチ・クローニンたちのあの CP の破れを報告する論文が入っていましたこれは強い印象を受けましたこれは何だとしかしどこから切り込んでいいかわからないので 年年間寝かせることになりました60年代後半はカ,レントカイラルシンメトリーやカイラルダイナミクスに興味は集中していましたこの時期いじっていたのは例えば南部ジョナシンのモデルでパイオンディケイコンスタントは強い総合作用の典型的な常数であるにもかかわらず強い総合作用の量としては小さい パイ,オンパイオンマススケアはカイラルシンメートルの破れの一時です。というように、しかし、そのことに関する論文は一つも書いていません。これらの作業は画家の修作のよう、ポーズを変えたりして、いろいろと試しているように、物理屋の修作であると私は思っていました。 何エンジョナラシーノの論文の自発的対称性の破れのアイディアは大変魅力的な考えでした強い相互作用をするゼロ質量はあゼロあ考え、えー、強い相互作用をするゼロ質量粒子は存在しませんでしたそこで多くの人たちが 南部ゴールドストーンの定理を壊すことに努力が集中していました。その中にヒッグスがいました。南部ゴールドストーンボゾンが現れるのはアクシャルカレントの、えー、フォームファクターがガンマ 5Pμ と I ガンマ5ガンマ μ の係数の2つのために カレント保存の条件から一つのフォームファクターにポールが現れてしまう。これが南部ゴールドソンセオレムの内容でした。そこでヒッグスは見かけ上ローレンツ普遍性がなければフォームファクターがもう一つ増えるので空論ゲージで議論を展開してました。これがゼロ質量の南部ゴールドソンボゾンが消えるだけでなく ゲージボゾンが必要を持つようになるヒッグス機構についての論文であったが、これは私にはついていきませんでした。そのすぐ後にケッブルが現れ、今日我々が知っている共変形式の議論を与えていました。この段階で 私は理解できましたで、理解できるようになりました。すぐに、えー、ワインバーグ・サラムによる、えー、弱電統一理論が現れました。ファデイフ・ポポフの論文も出現しました。一方、4元航空モデルについて、弱い総合作用の工事効果への関心から、1969年の 段階で GIM のプレプリントに気がつきました数人の人たちにそのことを喚起してました四元航空モデルは前に書いたように坂田の研究室出身者なら皆知っていましたがこの仕事で私は記憶を読み上げらせましたこの間の仕事の中に小林と CP の論文のレファレンスの中にマキ・アン・マスカワと引用している論文があります。これは CP の論文が投稿される少し前に書かれた論文でタイトルにはハドロン・シンメトリー・アン・ゲージ・セオリー・を ウィーク・アン・エレクトロマグネティック・インタラクションですがこの論文は PTP ボリューム19に現れているのですがその後一度もアナウンスしたことがないのでほとんどの人には知られ,知られていません4弦航空モデルの強い相互作用に特定の軸があればそれと弱い相互作用との干渉で 簡単にのの破れが導入でできるのです1974年を過ぎれば強い総合作用 QCD で技術することになりますので常識的になってくるのですが弱い総合作用には特別な方向はフィックスが決めるコークの質量以外にない。 とと知ることになります今日ではこの論,論文は必要でなくなりますが、1972年の時点では必要だったのです。繰り込み可能な弱電統一理論が現れると、直接的に CP の破れの現象を取り上げる時が来たと感じました。私は1967年に 大学院を修了して3年間名古屋の研究室で助手をしていましたが1970年に京都大学に移りました2年遅れて小林さんが大学院を修了して京都大学の助手に着任してきました日本には5月の初めに1週間ほどの休日がありますがそれが過ぎた頃どちらからともなく 再び小林君と同じ職場で再会したので、一緒に仕事をしようということになりました。テーマは私には、私については、先ほど述べたように CP の問題をがはえ、時期が熟してきていると感じていたので、それを提案しました。この話題については、ほとんどしたことがないのですが、 小林さんも名古屋の生活の中で、研究生活の中で、この問題に近づいていたようです。我々が4弦コークモデルと弱電統一理論をベースに CP 対称性の破れをし調べ始めました。4, 4種類のコーク場が WeakSU2×U1 の下で、どのように 変換するかを決めなくてはなりません。そこで、ケース A. 四イ、e、イコール二プラス二。等々。と書き。レフト成分三通りと。ライト成分三通りの9。九六通りのケースを調べました。航空場の。フェーズの。二性を考慮すると。C. P. 対称性の。破れ。 が破れ,るか破れないか、えー、GVGA レーションの符号が実験と合いませんでした。これはレフト成分がケース A で、ライト成分がケース B の組み合わせでした。それまで検討してきたケースでは CP の対称性が破れなかったので、私にはこれでいけると思いました。 そこで小林くんにこれではどうかと提案しました小林くんはこのとき少し首をかしげて <laughs> であのいました多分そのときは予想していたのだと思います慎重を期してそのように、えー あ多分あの明日までに調べてくると、慎重を期して、そのように答えていました。翌日、増川さん、あれは GVGA 令称の符号が実験と合いませんと、小林さんは告げました。この時期、私は、えー、労働組合の書記長をしていました。我々の理学部で 秘書さんの解雇問題が生じていたのです我々若い研究者の研究の補助までしてくれる彼女らの解雇問題を私には見て見ぬふりをできませんでした私は研究のために、えー、そういうことはまあできませんでしたで午前は小林君と議論午後は組合の仕事 家に帰ると、えー、食事と家族との、まあえー、その日に起こった出来事についての会話、風呂に入ってから自分の仕事、これが私の一日でした。小林君がケース AB を潰し,してからどうし,どうしたら四元航空モデルで、えー、実験に合う CP の破れを引き起こすことができるか。 解のない模索が始まりまりした1か月ほど不当してが続きました入浴中に、えー、どうしたものかと考えていたのですが繰り込み可能な4弦航空モデルで CP 対称性の破れの、えー、実験結果を説明する良いモデルはないそこで4弦航空モデルを コーモデルでは CP 対象性の破れの実験を説明実験説明のできる、できませんという論文を書こうと決心しました。このような言い訳を考えながら少々出来の悪い論文になるが矛先を収めようかと決心してフローを出ることにしました。この決心で 四、えー、元航空モデルに対するこだわりがなくなりましたならば六元航空モデルでいけばよいと瞬時に気がつきました複層位相が残ることはそれまでのまあ計算の経験からほとんど自明でした弱点統一理論の枠組みでヒグススカラー 粒子があって。この粒子を表す場が真空期待値を持つと。航空の質量。こあ航空が必要を持つことになります。航空が確定した必要を持つ航空場で。を決める、決めると、この新しい航空場で。書いた弱い相互作用を記述する。カレントに。ユニタリ行列。U が現れる。 ウィーク2 U 1この行列に複素位相が現れると CP 対称性が壊れます。これだけの説明ではいつでも CP の破れが生じるように見えますが実際には航空場 Q は複素量で QY をフェーズエクスポネンシャルアイアルファー QI と置き換えても、えー、置き換えるに重度があります。明らかにこれは、えー、物理を変えないが U マトリ、U の行列要素は変わります。弱い、えー、総合作用の、えー、電,化あ電化カレントは、アップ型コーク場の複素おー強約量 U バーとダウンコークの、えー コークバー D とあユニタリーマー行列 UIJ の席で書かれます。書かれること,ことを思い起こし起こそう。で UI バー UIJDJ はそれゆえに 2N この工具場の位相変換が U が変換することというようなことを行えば行列要素 UIJ は UIJ がこれだけの複素量をつい,てついたものに変換します。2間のこの工具場の位相をすべて 共通に変換すると、U の位相は変わりませんので、えー、2N この広区場の位相のうち、UIJ の、えー、調整に使えるものは N、2N-1 マイナス個であるということになります。よあ弱い相互作用の保存の総数である、カレントに現れる広区場を、質量が確定した、えー 場で書いた時カレントに現れる SU×U1 の 2n 次元表現ユニタリー行列 U の、えー、複層位相は n 括弧こ n プラス1割る2位相の調整に使えるのは 2n-1 であるから残る位相の、えー、個数は最終的には n-2 括弧 n マイナス1割る2となります。この数は n e イコール1、n e イコール2のとき、すなわち高区の個数が個数 2n が2個、4個のときにゼロとなります。ですから高、えー、うん、u あ行列 u が複素位相を持たず CP の破れが起こらないということを意味しています。NE=3 イコール3世代の時場合、すなわち6元航空の場合には、これを計算してみますと、この数は1となります。初めて CP の破れが起こるのです。かくして、我々の仕事は終わりました。CP 対象性の破れの期限が部分的には 解明されたのですしかしながらこの理論が本当に確かめられるのは30年余りという長い年月と多くの実験家たちの膨大な努力が必要でした私はここにこの人類の壮大なプロジェクトをさせていただいた世界中の人々に感謝したいと思います i'd like to you to stay, stay on, the, on the stage for a while. Please, please, here, here. thank you. thank you very much, professor maskava, for this very interesting and uh, also uh, partly self-biographic uh, lecture. Uh, now i'd like to uh, inv uh, uh, ask also professor kobayashi and professor Yonal Asinio back on the stage so that we get a chance to, to congratulate you and to thank you all at the same time. please. Congratulations! Congratulations! And thank you, thank you. <laughs> thank you all, and uh, by this uh, uh, this session uh, is ended, and. Um, uh, uh, uh I want to welcome you back at 12:30 uh, because then there will be the Nobel lectures in chemistry. So, thank you, and see you then.